って言ったよな。大神官様はお前の親父だったな。たとえ従わずともいずれ目の当たりにするだろう。大きすぎる犠牲などない。これは栄光に満ちた長き道のりの一歩に過ぎる。そちは歴史の陰に消えるがいい。太古の力が世に流れ込む。我らの帰るべき場所へ。長き至福の時は終わった。始めようか虐殺。来い。そして望みを捨て。そんなことでは自分の正体には入れないぞ。そこだ。
高き兵士たちよ、
まだ諦めてねえ。